ナタラジアーサナ、舞踏王シヴァのポーズ。両足を揃えて立ちます。右足を曲げ、体の後ろでつま先を持ちます。そして両手で足を持ち上げます。その際、太ももが床と平行になるようにしましょう。そしてふくらはぎを垂直にします。ゆっくり右手を離し、左手で上からつま先を持ちます。バランスをとります。無理のしない程度にこの状態をキープしましょう。その際、腰はひねりません。足は体の後ろからまっすぐ上げます。このポーズをとっている間は呼吸を通常通り行いましょう。心臓の弱い方、高血圧の方、ヘルニア、腰痛や背中に痛みをお持ちの方、まためまいをお持ちの方はこのヨガをお控えください。ゆっくりと元の姿勢に戻り、反対の足で同様の動作を繰り返します。